はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今から寝るって方いらっしゃいましたらおやすみなさい。夏芝です。今回も FIFA23 やっていきます。まず昨日ですよ。昨日はワールドカップグループステージ日本戦初めての初戦だったんですけれども、はい、ドイツということで見事勝利、勝ち点3を勝ち取りましたということで、おめでとうございます。いや、ドイツ戦勝ちましたね。今ね、画面にいる浅野選手がいらっしゃるんですけれども、本当に印象深いですね。その後のツイートも含めてめちゃくちゃ心に刺さるものがありました。トークン4つ集めたら絶対に記念で獲得しようと思います。でですね、今回パック開封していくんですけれども、そのパック開封する前にちょっとした告知ですね、やらせていただければと思います。その後にはサムネにもあったと思うんですが、86プラス TOTW 確約パックとワールドカップヒーローズ確約パックですね、2つ引いていきたいと思います。よければ最後まで見ていただけると嬉しいです。今週の配信予定表を見てくださった方もわかると思うんですが、今日からほぼ毎日敗退したら即終了という形でですね、日本代表でワールドカップモード優勝できるのか VS アルティメットをやっていきたいと思います。簡単に企画を説明しますと、日本代表でですね、 FIFA ワールドカップモード優勝を目指していこうと思います。難易度は一番上のアルティメットということで、なかなか強いんだよねアルティメットが。敗退したら即終了という形でですね、7時からの試合と10時からの試合の間にやろうと思ってるんですが、9時からですね、YouTube ライブにて、ほぼ毎日やっていこうと思ってます。ぜひね、応援しに来てもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。今週の予定はこんな感じで、来週以降の配信予定は月曜日にまたコミュニティでお知らせする予定です。現時点の私の日本代表スカッドはですね、フォーメーション523で挑んでいきたいと思ってます。詳しくはまた配信でやりたいと思います。FIFA もですね、これからさらに盛り上がりそうということで、 FIFA 最大のイベントブラックフライデーが明日から始まるということで、もう盛りだくさんですよね。さすが力が入ってるなという感じですが、パックたくさん開封してミリオン選手狙っていきたいと思ってます。はい、ということで本日からほぼ毎日9時から YouTube ライブにて、日本代表でワールドカップモード優勝 VS アルティメットを目指してやっていく配信やっていきますので、よろしくお願いします。昨日はね、応援歌の歌ってみたも出したので、まだ見てない方いらっしゃいましたら、よかったらそちらもご視聴いただければと思います。はい、ということでお待たせいたしました。めちゃくちゃいいパック2つ引いていきたいと思います。今回はですね、さっきもお伝えした通り、86プラス TOTW 選手パックと、こちら最大オーバル89のワールドカップヒーローを引いていきたいと思います。どちらもミリオン選手来てくれるはず。それではまずこちら86プラス TOTW 選手パック取っていきたいと思います。まっさら来てほしいかな。あとはネイマールとかムバペとかもいい選手はいっぱいいるので、とりあえず強い選手来てくれ。いきます、せーの、ドン。ジャパンパワー、ジャパンパワー来い、ミリオン、ミリオン来い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 。ええ足指、わお、でもゼアリストだ。フランスじゃないよ、オランダだよバカ野郎。もうちょっとすいませんね、本当に。デリフトありがとうございます。微妙なんじゃない、デリフトは。いや、完全にフランスだと思った、色だけで判断してた。いやー、マジかよー。ちょっと TOTW 確約今のところ発表できてないんだよな。くそー。はい、ということで続きまして、こちらですね、89、最大89のワールドカップフィローを引いていきたいと思います。いやね、もういろんなところで話題になってるオワイラン選手ですね。私が引いたオワイラン選手、もし当たったら亀的ではあるんだけど、まあ持っているということで、オワイラン選手以外を狙っていきたいと思います。いや、やっつれ来てくれ、コートジボワール。頼むぞ、コートジボワール。せーの、ドン。ワンチャンジャパンでも嬉しいも嬉しいけど、どうですか？いいよ、いいよ。え、え、え、待って待って。マジで言ってんの？ちょっと待って。ガチで？ガチで日本来たんだけど。わーっ、ちょっと。これ全勝ですわ。グループステージ。ガチかよー。中畑。本当に日の丸来たんだけど。お前かー。パッと見たら15万円でした。でもよ。昨日の今日でジャポーンが来るかい。マジか。これは持ってますね。いやー、嬉しい。シンプルに嬉しい。ありがとうございます。やったね。やったね、みんな。
いや、本当に昨日は素晴らしい試合でしたからね。サムライブルーの魂、まだまだここからですね。はい、ということで、さらに、私のワールドカップモード日本代表で挑む VS アルティメットですね。優勝目指して頑張る気力が湧くというものでございます。ありがとうございました。はい、ということで、今回の動画は告知プラス豪華パック2連チャンでした。ありがとうございました。今日からね、私も頑張っていきたいと思いますので、たくさん応援しに来てもらえると、モチベにもつながるので、めちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よろしければ、高評価ボタン、チャンネル登録、コメントもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは、またね。バイバイ。昨日はみ出